はーい、タビーです。というわけで今回は大樽に来ております。今日はですね、大樽の手宮公園近くの、B&B だったかな、小樽日和っていうところに泊まりに行きます。さっき手宮公園で、桜と海を見まして、これから大阪を登ってどこにあるんでしょうか。小樽は本当坂が多いんでね、これ歩きだったら結構ね大変ですよね。もうちょっと行くのかな。なんかその宿が2019年にできた新しい一軒家みたいな建物で、一応調べたらゲストハウスっぽいけど個室っていう、なんだろう、ゲストハウスね、ドミトリーだったら普通2段ベッドでね、知らん人と一緒になりますけど、ここはそういう感じもありつつ、ここかな、セコマがある、あ、行き過ぎたこれ。あ、行き過ぎました。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、行き過ぎた。一回ここでした、ここを、上がってって、あ、見えます、見えます、下が白で上が紺色の右側の建物、これだ。わ、まさに完全に一軒家、4部屋しかないって書いてあったんで、うわ、ここ入ってくんですね。うわー、すごい。駐車場ここでいいのかな、ちょっとチェックイン行ってみましょう。それでは行ってみましょう。今回は2階上がってるんですけど、冬、こちらです。洗面はこちら、ここも冬使っていいそうです。トイレもこちら、共用のトイレです。おお、部屋は明るくて綺麗ですね。鏡がこちらにあって、ベッドがこんな感じであります。そして窓がこちらで、机、おお、テレビもこんな感じでありますね。ブラインド、開けてみましょう。どんな景色でしょうか。おお、小樽の街です。おー、あっちには海が見えますね。綺麗。アメニティはこんな感じで、バッグにタオル、歯ブラシあります。それではコーヒーをいただけるというので下に行ってみましょう。おー、この階段を降りていきます。へえ、いろいろ縛りがありますが、いいお宿ですね。リビングこんな感じ。いやー、入れたてのコーヒー美味しかった。オーナーさんともちょっと話しましたよ。そしてこの大樽の景色いいですね。ちょっとベッドにダイブしたいと思います。音でお察しください。旅だーい。気持ちいい。へえ、ここで一泊素泊まり4,500円、そして朝食付き5,500円です。このゴールデンウィークね、空いてるとこ少ないし、高いとこが多いんで助かりました。おはようございます。時間は朝5時過ぎですね。朝日が
綺麗でーす。ちゃんちゃかんちゃーん、旅旅旅チャンネル、いてくれてありがとうちゃん。